バッドコミュニケーションできた時に聞かせてくれたんだよね、楽屋でね。うん、まだね、その前の曲とかはやばいですよみたいな感じで、まあ、まだだからみたいな感じだったんだけど、バッドコミュニケーションは聞いてほしいっていう感じで言ってもらって、まあ素直にかっこいいなと思いましたね。これはジャンだなと思いましたね。よく一緒に飲んだりもしたしね、すごいめちゃくちゃ楽しい2人だしね、それがたまたま近いところから生まれてくれたっていうのは僕の中ではやっぱ誇りですよね。
あと一個あの本人がいるから言っときたいなと言いたいなぜひ言いたいなと思ったんだけど、はい、やっぱり稲葉の唱法歌歌唱法っていうのはね、俺は賢い頭がいい歌唱法だと思うのねっていうのをやっぱ何回か言ったことあるんだけど、あの鍵盤とかギターとかで、鍵盤はドからレに行くときにドレってすぐ行けちゃうんだけども、ギターの場合とかもやっぱりこういろんなあらゆる要素があってドからレに行くじゃない、で稲葉の歌い方っていうのもその音から音に行くときにね、すごい確実にこっからここにあの瞬間移動してるように聞こえるわけだから、ここあのここわざとつなげるのは別よ、うん、置いといて、うん、音程としてここからここに行きたい時にね、すごく確実にこの音からこの音に移動しますよっていうのが見えない時があるっていうかさ、うん、もうここに何て言ったらいいのかな、説明はすごいしにくいんだけども、ある種デジタルっぽいのかもしれないんだけど、あのもう計算されてて次にここに行くぞっていうのはもう指令がねインプットされてるっていうか、これもうめちゃくちゃデジタルかめちゃくちゃアナログかどっちか、どっちか、うん、そういうことなんだよね。ワイン飲まされたことありましたベロベロに飲んでもらったことは何回かあるかな。稲葉さん酔っ払っちゃうからね。最近は飲んでるんですか？あんまり、あまり、ええ、うん、やっぱりある種僕たちのが年が全然上だし、いっつもビビってるよね。何を飲むところ来るとああちょっと引き気味じゃないですか。あ、僕がですか、うん、楽しいんですけどね、あれはあれあれなんだかこうちょっと一応でも、ね、最年少のことが多いから、最年少だもんね、稲葉で最年少だもんね、すごいっすね、すごいよね、ええ、そう最年少だからっていうのもあるかもしれないけど、で弾いてんだけどというなんか作り手をこう叩く瞬間が見える時があってポンといった後はね、もうめちゃくちゃ飲んでくれるんだよね。ありがとうございます。いやもうすごくね、自分でも幸せだと思う時、あの瞬間が幸せだと思う時あるの。どの瞬間ですか？そのこう手を叩いて叩いてくれて、もう何でもいいやと、あ何でもやりますよ、その時も乗ってますか？乗ってくる時、はい、その時に自分の中で密かな幸せを感じて、あそういうタイプ、そうビーズのボーカルだよっていうふうに頭の中あって、ビーズのボーカルが俺の言うこと何でも聞いてくれた何でもやってくれるよこいつはとか